マートンがバッターボックス。ピッチャー股間抜いてショートバックアップ、今宮二塁へ送球、二塁アウト。今宮がまるで忍者のようにスルスルスルっとセカンドキャンパス後方に体を移動してこのボール取りました。そして二塁へトス。ツーアウトランナー一塁。まあ、この辺は今宮のすがるさでしょうか。そうですね、まあ、打球の勢いもなかったんですけどね、はい、まあ、これはやはり今宮の守備範囲の広さというものもね、はい、よかったですね。